一つ聞きたいのは、ワントしたじゃないですか、うん、あの、ムチが、ええ、あれは何て言ったんですか。いや、俺の考えは、ここはバンドして送ってもらった方がいいなという時に、クリーンアップだろうと大変なんですよ、クリーンアップ、ヒット打つの。そうですね。だから、行って、まあ、俺、あの、とにかく何でもいいから送ってくれと。うん、それではヒット打つと。バンドもある。お前決めろっていうタイプだね。ほ、うんで、うん、こうやって、いや頼んでと言ってたら、座ってる言うと、けしからんね。ほ、うんで、人によってね、僕打ちます。僕は、じゃあ、バッとします。ほ、はい、で、太田なんかにそれ言ったら、じゃあ、バッとしましょう。いいで、うん。ということは、本人が覚悟するんですよ。うん、ね。サインだし、なんだ、バンと書いて。だから、それを思い出したの、千葉さんが。水原さんがね、ランナー出るとサイン、バットのサイン出すね、うん、わざと2つ失敗するから、ね、の2つ失敗してもの水原知ってる、うん、またサイン出しちゃうしょうがないからパイーッとやるんで、うん、その時に教わったのは、あの子の巨人はね、一回押し、うん、進行外せと言うんだよ、それで打て、うん、殺そうと思って失敗するとパーンっていくから、うん、進行は外して打てやね、うん、パンといって次へ死んでる、うん、それを千葉さんなんか教えるんですよ、うん、今の教える人いないでしょ、うん、上手やねとかね、それでライン際へ、うん、ライン際やったらファルですよって一番下手なのはピッチャーだから、うん、ピッチャーに向けてポーンとやったら適当に散るんだよ、うんね、それでいいんですって。その代わり芯に外すことを教える、うん、そうですね、うん、だからあの早稲田で飛び出す石、うん、まあ広く置いてバッと言うと手では延長じゃない、うん、空振りすることないじゃない、手やったら取るだろうが言われたことある、うんうん、手では延長じゃないかって、うん、お前は上手にしてこんなことするけど手では延長じゃない、失敗するのはおかしいって言ってね、うん、あと新館と旧館の階段があるだろ、はいはい、あそこで言われた、うん、エナツが日本ハムのエナツ、はいはい、あれとやらなきゃってやりましたよね、ほい、ねうん、でなんぼ勝っても練習してもエナツはなかなか打てんぞって、ほいであの時選手は練習あるのにって言ったよ、うん、練習しても間に合わんねんからあいつは、ほいであいつはね投げる能力があっても守る能力もないんだよ、払う、うん、ポンポンってやってね、こういう時からプッシュプッシュでやったんだよな、うね、ようやったよ、片平晋作さんが決めたんだそうそうそう、ピッチャーもね、こっちに来たんで3年がある、うん、モノハミがけで成功したんですけど、うん、もうほぼプッシュで、うん、あれで、ね、今プッシュしたらね、あんなセカンド深く守れんよ、うん、あんな外野に近いところでピリッてって割れ目が走っていくよなんで監督が考えたの、うん、二遊間が深かったらねディレイトスリーできるぞ、あ、ね、あ、はい、ほんまね、うん、抜けとるよ俺らそう思うもんね、いやだから僕らは1、2番とかね、3、4、5とにかく6、7、8、9は終わった後マシン用意してラン引かんでここにやれ、うん、ここにやれ、はいプッシュ、はい送りバントとことやらされましたから、またかよまたかよ、だいぶ練習ね、同じことをパッパッパ言うとね、最初の大脳、性的に言うと大脳が受け渡しする、うん、解釈して、ほいで毎日やると大脳をくたびれて小脳に行くんですよ、うん、だから小脳はパーパーパーと答える、うん、だからしつこく言わなくちゃいけない、うんうん、これは生理的にそうなってる、だから大脳に頼ってるうちは迷うんです、うんうん、小脳が勝手にあの答えてくれると思ったらね、パーッとやったらパーッと答えるんで、それでいいんだよ、その代わりそれは1回2回でできるね、何回も言っとると、うん、大脳なんかまた同じことにやるんで小脳でおい頼むぞっていうなるんだって、うんうん、それがあれですよ、必勝法失敗法のミーティングでしたよ、うん、またやんのって、またやんのって、あれ
必勝をいっぱい持って、やっぱり必勝を常にベストコンディションを保っていらない、うん、あれいいで、うんうん、あれ、OB会で、すってな、勝つにはこうする。この間ね、あの理事長と僕とアニアンと僕が持ってた失笑を引っ張りをじゃあそれについて語ろうっつって3人で座談会してそれを YouTube で流したことがあったんですよ。あれはあのいいことを当たり前のことを書いてる。あんなもん常識で分かるわけじゃない。でも必勝後の第一をね、あの常にベストコンディションを保ってる、うん、だね。どうやったらいいですかって聞いたらいいんだよ、こんな、うんうん、それ言えないやつ多いもん。人によって違うからね、うん、お前な、寝るときはつまらんこと考えな、楽しいこと考えて寝ろ、うんうん、それだから寝てるときは故障してる痛みには忘れる。そのときに宇宙のエネルギーが入るんだって教えるとね、うんうん、はあ、寝るという人はそうかと思うよね、うん、心配したら寝ないんや、うん、で朝勤務がありね、よく寝てパッと目が覚めるとよしとこうなり、うん、それは宇宙の見えないエネルギーをもらってる、うんうん、人間に役立つ、はい、あれあの俺の本を読んで何か感じたらしいんだよ、うん、よしじゃあ一番下やるって、うん、でお前4番打つならちょっとおかしいなほんで4番だよね、ほんで4番の前のランナーがノーアウト出たらね、監督としてはサイン出しにくいんだよ、うん、バントのサイン出せない、うん、お前どうすんだよ言ったらね、そんなこと言われたことないじゃん、うん、しっかり頼んでって言うんだって、うん、あのな、たとえ打ち取られてもランナーを進めるバッティングせいって、うん、ありがとうって、そんなんで、うん、今の、うん、だからあれだって中日のショート岩田じゃない、岩田あれなんか俺大変森道の時教えた、うん、お前何やねん、これしかできんじゃねえか、教えたな、上から4回下から全部で基本教えって言ったよ、いいな顔してるんで、うん、宮本もそう、うん、取った声これしかできないんだよ、うん、でもやっぱ教えるということは基本教えるんだから、そういうできるように教えない、自分をダブらしたらいかんって言って、うんうんうん、千葉さんなんかね、やあの柔らかいと思う、あんなに貴重面飛んでいないと、ここでも千葉さん、うん、そうですか、うん、あのゲームなんて変えて変えるのねこうやって変えるのが、ヒロここへ掘れ、こうやって俺に変えてくださいって、ほんでファーストの川上さん、ここへ掘れこれ取るけどこれ取らんと言うよ、ほんとに取らんもんね、うん、木村さんは取ってるね。で1年目にあのファーストで巨人が4点もリードで勝ってるのにね、最後の回ショートゴロ2つピューッと高かったの、うん、だから母さん取らんわ、もうツーベースやほんでまたピューッてツーベースや、で満塁トリックなったよ、ほんで水原さんが笠原に返さん中尾さんが放ってた、はい、で相手はアウトサインやの満塁ホームラン、ほいでこれこんなして一人坊主がこう書いて京都の錦織をあの偉いことしましたねって担当記者が言うから偉いことしたい、しかしね、あんな球をトランファーストいたら偉くできるかってあれ以来ずっとあの母さんいじめるの俺は、これで千葉さんとか平さん、いい球はお前もいいなという男だから、うん、いい球掘れって言って激励したよ、うんうん、お前あの上行きゃいいんだからって、それはプロですよ、今そう言っていじめね、いじめますって言ったらふうかふうか言ってあらこっちやもん、はい、俺は今でも思うのはやっぱり母さんのおかげだ、この守備なんか4年かかったよ、最後はブリーザーのあの下から 3A から上がった当時の彼のプレー見てね、はあ、頭が来る前に準備しとかんと間に合わんなと思った、
あ、リゾートとかビーリーズとかね、うまいじゃない、シャーッと見えるね、うまいなと思うだけ。ほんでブレーダーはね、下手だから、もう、カーッて、結構硬いですよね。練習しながらからもないんで。こうやってパッて、パッてやる。ほんで、俺ら来たらそれいいんだろうってやっとったからね。あ、俺は考え違いしとるって、もうブレーダーの真似したら、自分流になった。それじゃバッティングは勉強してないけど、してるんで、うん、でもそれは目的違うの。川さんに俺見てみ、はい、これ勉強したぞって、うん、色気があるね、うん、だけど川さんの偉いとこはね、徳田でピッチャーついて3人ぐらいついてくる、うん、球が、うん、1時間半ぐらい打ちっぱなし、うん、それでヒロ、分かった、色気を抜いて来たとむちゃいいと言わかったって言うほんと最初はね、色気がね、うまいだろうとね、でもうくたびれってどうしようもない、うん、ここで来たとこバーッと打つんだよ、うん、それを教えてくれたの、うん、だからあれがプロですよ、うん、それはあのロッテ行った時にあの監督、アメリカの監督がわからない、なんでそんな家族をいじめるんだって言うんだよ、あるみたい、あれだよ、いじめるんじゃないんだ、色気を抜くんです、色気を抜いた人間って大事なもんだよ、そう思う一気にこうやってノック来てもうやいこうやってこの野郎ってパーッと打ったらこうやってピッと取るじゃん、あれあの神経、うん、だから色気が抜けたらあの結果がいいんだよ、だから抜くことを押しね、うん、プロでもあれ走っとるから何十メートル何本って言うんだよね、うん、だから、ね、あのそこのソフトバンクがやってるよりよそはほとんどやってない、うん、でほいから工藤はちょっと頭がいいからあのハングリーは知らんから万円に送ったんです、うん、だから向こうのハングリーは日本と違う、うん、本当のハングリーだよね、いい勉強になりましたって言うもん、うん、あんたら監督にならなきゃ日本間違ってるって本当、ね、いやそういう面では工藤を勉強してますよ、うん、はい、はい、まああれが何連覇ずっとすりゃね、うん、なんであそこ強いけど、あれがいいな、3軍から上がってくるもんな、そうですね、3、2、1と、うん、それでレギュラーが文句言ってパーッと飛ばされてもヘトもない、勝つ、うんうん、去年は内川もそうでしたね、ね、うん、名古屋でもあんた44の男取っとって福留めあれは経験豊かでコーチにすりゃいいんですよ、うんうん、でコーチになる前によし、コーチになれ、ちょっとおびくろび言って勉強しろいって言いやになったら、うん、もうバンバンでそういう位置づけになればいいですね、うん、だからもうプロ野球取れこそ3軍になるとこは営業仕掛けますかね、うん、はい、それだからこれやれあれやれこれやれこういうんでやれってどんどん命令したりやるから人間は、うん、やってくれ考えていったらね分からんから、うん、何していいからです、ね、で教えいいんですよ、そうすると帯クラブの何をやってるかいいの分かるの、今日は、新興園にあるセノンスポーツゼロにオービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます、こんな施設もあります、疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう、じゃあね、一緒だわ、セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました、101、107、110いきます、111、ピンピンピン。